私ども日本政策金融公庫は、政府が 100% 出資した政策金融機関です。まあ、政策金融機関と一口に言ってもですね、まあ、普通の金融機関とどこが違うのかなというのはあると思うんですけども、いわゆる政府が決める政策ですね、まあ、政治としてどういう方針で、国を動かしていくのか、まあ、こういうことを、まあ、政策として決めていくわけですが、その政策ただ決めてもなかなかうまく動かない、まあ、それをまあ、例えば、補助金を出したり減税をしたりとかっていうことで、まあ、実現していくんですが、その一つの手法として、まあ、政策金融というのがございます。まあ、その政策金融を実行している機関というところでございます。まあ、ご承知の通り金融手法というのはいろんな形で、まあ、日々、進化しています。それは政策金融も同じでございます。まあ、いろんな形でその政策金融を実現していかなきゃいけないという点においては、まあ、既存の概念にとらわれずですね、まあ、自分で考えて新たに手法を見出したり、それから、まあ、実践していくと、そういうような力のある、人材が求められるということが一点。もう一点は、まあ、政策金融というとですね、例えばここ近々であれば東日本大震災とか、こういった事態にですね、まあ、緊急融資をしたりとかっていう事態もあります。まあ、どういった局面においても、政策金融を実現していかなきゃいけないというところがありますので、まあ、そういった手法で日本経済を支えていくんだという気概、志ですね、こういったものが、持てる、人材というのを求めています。私財政の方はですね、毎年、私どもの会社にですね、みんな仲間として入って全国各地で活躍しております。まあ、先ほど求める人材の中にも入っておりましたが、まあ、仲間になっていただいてですね、一生懸命頑張れる人を求めています。